皆様こんにちは、なりわでございます。毎日暑い日が続いておりますね。もう毎日33度34度というね、状況でございまして、ちょっとそこに5分もかかんないようなところに出かけてきても、もう帰ってきたらもう汗がおでこから吹き出すように出てきて、目の中に入って痛いですよね、染みます。で今日はね、ちょっと私郵便受けのね、ポストの鍵が普通の南京錠っていうんですか、パチッとはめて鍵でプッと外せるような南京錠がね壊れましたので、それを買いに行ったついでにキャンドゥさんとそれからハニーズで、タンクトップを購入してきましたので、紹介をさせていただきたいと思います。なぜね郵便受けのに鍵をかけるかと言いますと、前はねかけてなかったんですよね。でたまたまなんですが、私がねお出かけして帰ってきたところで、私のね郵便受けをこう開けて見てる方がいらっしゃったんですよね。中をゴソゴソしてね、びっくりしましてこんな風にいつもね郵便受けを見られてるんだなと思いまして、万が一ね大事なね時たまいろんな取材とかそれ以外でも重要なね書類が届く時があります。そういった例えば携帯を変更した時とかね、そういった時に届け出なければいけないね書類が届いたりしますので、それが万が一なくなったら困りますとも思いまして、本当びっくりしました。普通他人の郵便物をああやって見るということは犯罪ですよね。本当びっくりいたしました。なのでちょっと油断も隙もないなと思ったので、私鍵をかけることにしまして、それで鍵が壊れたんで、鍵を買ってきました。その時に、キャンドゥさんで いつも亡くなったら購入しているものがございまして、それはヘアオイルですね。シャンプーした後にお風呂から出てまだ濡れてる時に使うオイルでございますね。はい、こういったオイルでございます。今回は、こちらとこのタイプの2種類と、そして、こちらのね、3種類、こうやった方が色合いがいいのかなどうなんだろう、3種類ね、全部で5種類購入してきました。このオイルがねとってもいいんですね。香りもいいですし、しかもつけていて嫌な匂いがずっと残らないと言いますかね、その時は手につけて手でこうね伸ばして濡れた髪にクシクシとして揉み込むんですけど、その時だけは香っておりますけど、つけた後は全くね匂いがしないというものでございますので、すごくこれがいいんですね。普通これドラッグストアで前化粧品売り場みたいなドラッグストアで見ましたら、これ1個330円で売られておりました。キャンドゥさんですと税込み110円でございます。なので、これはもうねなくなったらいつもずっとあるかどうか心配なんですね。ずっとあってほしいですね。だからいつもだいたい5個ぐらいまとめて、購入してきます。これからもまたねずっと愛用していきたいので、こちらはなくならないでずっとねあってほしいですよね。なんせ100均で買うと同じものですよ、全く同じものが化粧品売り場みたいなドラッグストアみたいなところでは330円でございますからね、それが110円で購入できますので税込みですね。はい、なのでなくなり次第いつも私は購入しております。はい、これをまたとってもいいんですね。私はだいたい1回で1カプセルを、使いますね。はい、これがとってもいいので、また新しいものが出たらねなくなり次第購入していきたいと思います。それから、ちょっとねTシャツではないんですけど、こうハニー、はい、ハニーズさんで、ちょっとね暇つぶしでブラブラ入ってたんですね、お店の中見ておりまして、最初島村さんを見てたんですが、島村さんではあまりピンとくるものがなかったので、
その1階にあるハニーズさんに行ってね、見てるとこういったタンクトップを売っておりました。私はこれ単体では着ないんですけど、必ずこういった T シャツでもそうですが、必ず上に羽織物を着ますので、少しね、もう白ばっかりしか今ありませんので、それと黒と白の T シャツしかありませんので、ちょっとタンクトップもいいかなと思いましたので、こちら何模様だろう、ちょっと草花のね柄の茶系のねブラウン系なんですが、ブラウン系にちょっとね グレーのような模様が入っております。これ L サイズをあえて購入いたしました。はい、でこちらお値段でございますけれど780円でございました。お安いですよね。でこれとっても生地がいいんですね。で柄も素敵じゃありません、これで、ね、なんかこれワンピースかなんかで欲しいようなね柄ですけれど、今回はタンクトップで購入いたしました。またこちらの方は私後日組み合わせでコーデできた時にアップしたいと思っております。これすごい素敵ですよね。色違いで、あと白系統と紺系統がございました。今私の手持ちのねこう上に羽織るものに合わせて、ブルーのねこの間上の羽織もちょっとベストみたいなの買いましたよね。でそれに合わせて下をこの色にだったら合うかなと思いましたので、白ばっかりじゃちょっとあれなので少しこういった色もね入れてみようかなと思いましたので購入いたしました。はい、これはちょっと良かったです。買ってみて良かったですね。生地もいいですし、この襟の始末もねとってもいいですし、これだとお洗濯してもこうヨレヨレになってこう ならないような気がいたしますね。まあ何回かお洗濯してここの色が合わせてくるまで、ね愛用していきたいと思っております。だからいつも私ね、たとえお安いものでもすごくねいろいろ見て選んで購入いたします。で高ければねいいものはいくらでもございますけれど、まあ夏のことですからね、そんなにお高くなくてもいいので、リーズナブルな価格で、それでちゃんとした縫製と生地とデザインのものを選ぶようにしていつも購入しております。ということで今回はハニーズさんのこれ、L サイズですね。M、L、LL とあるんですが、私はあえて L サイズを購入いたしました。はい、なぜかと言いますと、やっぱり夏ですからね、あまりピタッとしてると暑苦しいですよね。ちょっとふわっとこう、なんだろう、余裕があった方が涼しいかなと思いまして、あえて L サイズのタンクトップを購入させていただきました。はい、ということで、またね、こちらはコーデの方で、紹介をさせていただきたいと思います。皆様方いつもなりわの動画を視聴していただきましてありがとうございます。またお目にかかりましょう。なりわでございました。では。